どうもこんにちは、即果塾の久保です。私も FX というね、投資の世界に身を置くものとして、様々な投資の案件に関わってきました。で、暗号通貨は言うに及ばずなんですけども、最近ね、気になる投資家がいるんですよね。それは、私とは全く違う株という世界で、その名前を今ね、ものすごく伸ばしている方なんですよ。何を隠そう。即果塾の塾生さんでいらっしゃって、で この方がねカブスクールを始めるっていうんで私も放送の中でカブスクール始めましたよっていうふうに協力したことがあったんですよでもあれからカブスクールの中の評判もよくてですねたまにズームなどで対談をさせていただいたこともあると思いますけどもそれはもしかしたら皆さんもね知ることになってるかもしれませんそしてこのカブスクールの動画再生数がメキメキと上がってきてファンの方がかなり増えてるんですよ えそして株を学びたいともう一回株をやってみたいと初めて株をやってみたいとサラリーマンをしながら株で儲けてみたいっていう方がねだいぶ増えてきてみたいなんですよね、まあ、それでね今月の20日かな火曜日なんですけども21時から再度ねズームライブをやってみようかと思うんですよこの株スクールのストーンさんと週刊中年ジャンプ編集長ストーンさん もともとは時事解説を YouTube で主にやっていたんですけどもどうもね株の方がいい感じなんでこの荒れている場所でもちゃんと利益を取ってるみたいなんですよやっぱこれはね FX をやってて感じますけども行くべき時と見ている時の区別がはっきりできてるんですよねこれができていないとね行っちゃいけない時に株を買ったり売ったりして行くべき時に慎重になるっていうふうな逆転現象が起きるんですよこうなるともう勝てません ですので今回はね、どんな時に株にエントリーすべきなのか、どういう時は言ってはいけないのか、この押し引きを中心に話を引き出してですね、このズームライブの中だけでも、おもしかしたら株って自分に向いてるかもしれないなっていうふうに気づいていただくような、そんな時間にしたいと思います。まあ、FX も株も似たようなところが多いですから、私も FX の投資家として違った角度でね、 このストーンさんのカブスクール、どんどんね、切り込んでいこうと思いますので、お楽しみに。それでは、20、20日、20日ですね。9月20日、21時から、ズームでの対談にご期待ください。URL は下の方に貼っておりますので、よろしくお願いします。